こんにちは。今回はドライキーマカレー弁当を作ります。まず最初に香りのいい油を作るために大さじ1ぐらいのサラダ油ですね。であとはね、小さじ1/2ぐらいのおろし生姜とおろしにんにくです。これすぐ焦げますから、ジューって言ってきたらごく弱火にしてじっくり香りを出すようにしてください。このクミンシードね、もしお持ちでしたらこれを入れていただくと油がすごくいい香りになって本格的なカレーっぽい味になりますね。ここではじっくり水分を飛ばすようにして加熱していきます。こんがりしましたね。これでいいです。じゃあちょっと火止めときます。はい、それではこのね、香りのいい油でこれをさっと炒めていきます。これね、全体に油が回るとそうすると表面の温度が上がりやすくなって早く野菜に火が通るんですね。まんべんなく油が回るようにしてください。もうここではほぐさなくていいです。入れたらね、この上にカレー粉を振って蒸し煮にしてほぐしていきます。カレー粉よいしょ、小さじ1ぐらいかな。はい、これで野菜のから水分が出てこうちょっと蒸した状態になってお肉にも火が通ります。はい、こうして蓋をして、3分ぐらい、焦げないようにね、ちょっと弱めの火で、蒸し焼きにします。カレーはね、ちょっとパラッとしたご飯とか雑穀が混じったご飯が美味しいですよね。でこのね、玄米ご飯とかね、雑穀米ですね、17穀とかね、こういうのスーパーで売ってるんですよね。でこういうのストックしておくとローリングストック、食べながらね、何か緊急の事態とかにも役に立っていいかなと思って私は買い置きしてます。蓋をして3分ぐらい経ちました。おー、カレーが、ひき肉もね、周りが白っぽくなってるんですね。いい感じに熱が入っています。これコーン入れるとプチプチして食感が楽しいのと色が美しいですよね。それからプチトマト、これ最初から入れすぎちゃうと溶けちゃうというかちっちゃくなっちゃうので、この今のタイミングで入れるといいですね。中濃ソース大さじ1ぐらい、ケチャップ中濃ソースよりはちょっと少なめです。ちょっと締まります、お醤油入れるとちょっとでいいです。中濃ソースとケチャップと醤油の組み合わせってね、なんかデミグラスソースの味にすごくね近くなって、本格的な感じのいいお店のカレーみたいになります。そうですね、野菜の水分が多少飛んでとろっとした感じになったら出来上がりです。はい、これ出来上がりです。だいたいね、炒め始めてから3分ぐらいです。はい、それではお弁当箱に詰めていきます。150g あるんですけど入りますね。美味しそう。もうらっきょう代わりに食べられますからね。茹でたゆで卵なんですけどこんな感じですね。こんな感じかな。はい、ドライキーマカレー弁当の完成です。